界は彼らの手の中にある。多くの国々を越えてこの地球上の子供たちよ、すべての誕生を互いに祝福しよう。トゥーマはアフリカの空の下に生まれる。彼は何マイルも何マイルも歩いていく。生い茂るジャングルの木々の中を、勇気が生まれるところは桜の花が咲いている。彼は毎日をそこで過ごすことになる。日の昇る島で中西部で暮らすであろう。トウモロコシ畑が彼女の遊び場だ。彼女はアメリカの太陽の下で暮らすのだ。この素晴らしい地球の子供たちよ、世界は彼らの手の中にある。